今回の件で一つ貸しができたね、大佐。君に借りを作るのは気色が悪い。いいだろう。何が望みだね。この近辺で生体錬成に詳しい図書館か、錬金術師を紹介してくれないかな。久しぶりに会ったんだから、お茶の一杯くらいゆっくり付き合いたまえよ。野郎と茶飲んで何が楽しいんだよ。遺伝的に異なる2種以上の生物を代価とする人為的合成。つまり、キメラ錬成の研究者が市内に住んでいる。2年前、神武を使うキメラの錬成に成功して、国家錬金術師の資格を取った人物だ。神武を使うって、人の言葉を喋るの？キメラが？そのようだね。私は当時の担当じゃないから実物を見てはいないのだが、人の言うことを理解し、そして喋ったそうだよ。ただ一言、死にたいと。その後、餌も食べずに死んだそうだ。確か、あ、これだ。ま、とにかくどんな人物か、会ってみることだね。低迷の錬金術師、ショータッカー。でっけえ家。こら、ダメだよ、アレキサンダー。わー、お客様いっぱいだね、お父さん。ニーナ、ダメだよ、犬はつないでおかなくちゃ。いや、申し訳ない。妻に逃げられてから家の中もこのありさまで。改めて、はじめまして、エドワード君。低迷の錬金術師、ショー・タッカーです。彼は生体の錬成に興味があってね。ぜひタッカー氏の研究を拝見したいと。ええ、構いませんよ。でもね、人の手の内を見たいというなら、君の手の内も明かしてもらわないとね。なぜ生体の錬成に興味を？あ、いや、彼は。タイさん、タッカーさんの言うことも、もっともだ。そうか。母親を、辛かったね。彼のこの体は、頭部のあの内乱で失ったと上には言ってあるので、人体錬成のことについては他言無用でお願いしたい。ああ、いいですよ。軍としてもこれほどの逸材を手放すのは得ではないでしょうから。では、役に立てるかわかりませんが、私の資料室を見てもらいましょう。自由に見てていい。私は研究室の方にいるから。よーし、俺はこっちの棚から。じゃあ僕はあっちから。私は仕事に戻る。君たちには夕方、迎えのものをよこそ。すごい集中力ですね、あの子。もう周りの声が聞こえていない。ああ。あの年で国家錬金術師になるくらいですからね。半端者じゃないですよ。いるんですよね。天才ってやつは。お、やべ。読みふけちゃった。ある？アルフォンス！
おかしいな。どこ行った？兄さん。じゃねえよ！資料も探さねえで何やってんだ！いや、ニーナ遊んでほしそうだったから。和むなよ！アレキサンダーもお兄ちゃんと遊んでほしいって。ふん、この俺に遊んでほしいとはいい度胸だ。獅子はウサギを狩るのも全力を尽くすという。このエドワード・エルリックが全身全霊で相手してくれるわ！命くしょうめ！嬉しい！兄さん、どうすればいい？ちょっと兄さん、それってなあ、もう！おお！ふん、面白いじゃねえか。うん。ほほう。よう、大将、迎えに来たぞ。何やってんだ？いや、これは資料検索の合間の息抜きというか、なんというか。で、いい資料は見つかったかい？また明日来るといいよ。お兄ちゃんたちまた来てくれるの？うん、また明日遊ぼうね。ああ、タッカーさん、大佐からの伝言が。もうすぐ査定の日です、お忘れなく、だそうです。ええ、分かっております。ねえお父さん、査定って何？うん、国家錬金術師になるとね、一年に一度研究の成果を報告しなくちゃいけない義務があるんだ。お父さん、去年はあまり良い評価をもらえなくてね、今年失敗すると国家錬金術師じゃなくなってしまう。いつもいっぱい勉強してるもの。そうだね、頑張らないと。もう後がないもんな。そう、もう後がないんだ。へえ、お母さんが2年前に。うん、実家に帰っちゃったってお父さんが言ってた。
な広い家にお父さんと二人じゃ寂しいね。ううん、平気。お父さん優しいし、アレキサンダーもいるし。でも、お父さん、最近研究室に閉じこもってばかりで、ちょっと寂しいな。ああ、毎日本読んでばっかで肩凝ったな。肩こりの解消には、適度な運動が効果的だよ、兄さん。そうだな。庭で運動してくっか。ほら犬、運動がてら遊んでやる。さあ、ニーナも。うん。今日は降るなぁ、こりゃ。こんにちは。タッカーさん、今日もよろしくお願いします。タッカーさん、あれ、誰もいないのかな。タッカーさん、ニーナ、お、なんだ、いるじゃないか。ああ、君たちか。見てくれ、完成品だ。ジンゴを理解するキメラだよ。いいかい、この人はエドワード。エドワード？そうだ、よくできたね。よくできた。信じらんねえ。本当に喋ってる。ああ、査定に間に合ってよかった。これで首がつながった。また当分研究費用の心配はしなくて済むよ。エドワード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 。お、ねえ、ちゃん。タッカーさん、ジンゴを理解するキメラの研究が認められて資格取ったの、いつだっけ？2年前だね。奥さんがいなくなったのは。2年前だね。もう一つ質問いいかな。ニーナとアレキサンダー、どこに行った？君のような勘のいいガキは嫌いだよ。兄さん。ああ、そういうことだ。この野郎、やりやがったな、この野郎。二年前はてめえの妻を、そして今度は娘と犬を使ってキメラを練成しやがった。そうだよな、動物実験にも限界があるからな。人間を使えば楽だよな。ああ何を怒ることがある。医学に代表されるように、人類の進歩は無数の人体実験の賜物だろ。君も科学者なら。ふざけんな！とても残念だよ。君なら私の研究を理解してくれると思っていたんだけどね。
よっしゃ。まったく、こんなことが許されると思ってるのか。こんな人の命をもてあそぶようなことが。人の命そう、人の命ね。鋼の錬金術師、君のその手足と弟、それも君が言う人の命をもてあそんだ結果だろう。同じだよ、君も私も。違う。違わないさ。目の前に可能性があったから試した。違う。たとえそれが禁忌であると知っていても試さずにはいられなかった。違う。俺たち錬金術者、こんなこと俺は行くよ。はい。行くよ。はい。行くよ。はい。よっしゃ。あら、やった。いくよ。はい。任せろ。まったく、ふっ、はっ、格の違いを見せてやる。兄さん、それ以上やったら死んでしまう。綺麗事だけでやっていけるかよ。タッカーさん、それ以上喋ったら今度は僕がぶち切れる。ニーナ、ごめんね。僕たちの今の技術では君を元に戻してあげられない。ごめんね、ごめんね。遊ぼうよ。もしも悪魔の所業というものがこの世にあるなら、今回の件はまさにそれですね。
悪魔か。身も蓋もない言い方をすれば、我々国家錬金術師は軍属の人間兵器だ。一度ことが起これば召集され、命令があれば手を汚すことも辞さず、人の命をどうこうするという点ではタッカー氏の行為も我々の立場も大した差はないということだ。それは大人の理屈です。大人ぶってはいても、あの子はまだ子供ですよ。だが彼の選んだ道の先には、おそらく今日以上の苦難と苦悩が待ち構えているだろう。無理やり納得してでも進むしかないのさ。そうだろう、鋼の。いつまでそうやってへこんでいる気だね。うるさいよ。軍の犬よ悪魔よと罵られても、その特権をフルに使って元の体に戻ると決めたのは君自身だ。これ式のことで立ち止まってる暇があるのか。これ式かよ。ああそうだ、犬だ悪魔だと罵られてもアルと二人元の体に戻ってやるさ。だけどな、俺たちは悪魔でも、ましてや神でもない。人間なんだよ。たった一人の女の子さえ助けてやれない、ちっぽけな人間だ。風邪をひく、帰って休みなさい。ん？タッカー氏に用事か？一般人は立ち入り禁止になっている。要件があれば。トール。え？なんで誰も分かってくれないんだろうな。なあニーナ。誰だ君は。ショータッカーだな。どうやって入ってきた。神の道に背きし錬金術師、滅ぶべし。貴様何者だ。遅い。破壊させてもらう。さあ、お父さん、お父さん。哀れな。この姿になってしまっては元に戻る方法はない。せめて安らかに行くがよい。世のすべてを作りたもうた偉大なる我らが神よ、今二つの魂があなたのもとへ帰りました。その広き懐に彼らを迎え入れ、哀れな魂に安息と救いを与えたまえ。なんでこんなことに。
つまり